ニャフーニュースをご覧の皆さん、こんにちは。明智五郎です。驚かせちゃったかな。ペルソナ5タクティカについて僕から紹介してほしい情報があるってことで呼ばれてね。これまでテレビのゲスト出演は何度かあったし、僕で力になれることならと思ってオファーを受けることにしたんだ。あ、そうそう、途中からはモルガナにバトンタッチさせてもらうよ。回答には一時的に協力してるだけで、キャスターの出番まで奪う気はないからね。さて、いよいよペルソナ5タクティカの発売が目前に迫ってきたね。今回は僕から本編とは別のもう一つの物語について紹介させてもらうよ。ラインナップはこちら。 DLC エピソードリペイントユアハートについての情報だね。新キャラクターに新しいバトル、見逃せないものばかりだ。じゃあまずはこちらから。P5T のメインストーリーとは違うタイミングでの出来事が展開されるエピソード。そのストーリーについて深掘りしていくよ。巨大なアートを一夜にして描き上げてしまうストリートアーティスト、ゲルニカ。その活動が世間を騒がせる中、なぜかジョーカーのペルソナであるアルセーヌの描かれたグラフィティを路地裏で発見したんだ。彼や吉沢さんと一緒にその絵の謎について調べてたんだけど、突然壁の中に吸い込まれてしまった。目を開けるとそこはストリートアートだらけの薄暗い裏路地で、ペイント銃を扱う異形の者たちが襲ってきたんだ。まあ僕を含めてペルソナ使いが3人もいるわけだし、巧みな戦術で切り抜けられたんだけどね。ただその後、この異世界の住人たちが一方的に襲われる光景を目にすることになる。彼らを蹂躙していたのは、なんとあのストリートアーティストのゲルニカだった。彼女が従える大勢の敵に囲まれ、僕らは窮地に陥ってしまったんだけど、突如足元に大穴が現れて包囲網から脱することができたんだ。何もかもが想定外の出来事に混乱する僕たち3人。さらにそこにルカと名乗る少女が現れて。さて、面白くなってきたところだけど、ここから先はぜひ君の目で確かめてみてほしい。このコーナーでは DLC エピソードに登場する新キャラクターについて紹介していくよ。まずは世界的に有名な覆面アーティスト、ゲルニカから。現実の世界では神出鬼没のストリートアーティストとして弱者の怒りを代弁するような作品を多く手掛けているんだけど、異世界の中で出会った彼女の印象は全く違っていた。流暢にジンゴを操るオウム、ジェリーと共に住人たちを襲う狂気の人物。彼女に一体何があったんだろうね。そして僕たちをゲルニカから救ってくれたのが着ぐるみを着た少女、ルカ。異世界で起きている異常について知る人物で、暴走したゲルニカを止めようと一人奮闘していたらしい。彼女に助けを求められ、僕たちは協力関係を結ぶことになる。謎の異世界ストリートを支配するゲルニカと、その暴走を止めようとするルカ、僕や吉沢さん、そして自分のペルソナが書かれていた彼が彼女たちとどう関わっていくのか、楽しみにしていてほしい。ここからはDLC でのバトルについて解説していこう。僕たち3人で敵と戦うことになるんだけど、メインストーリーにはない新たなルール、ペイントが追加されているんだ。敵にダメージを与えると、その周囲を味方の色にペイントすることができて、その色の上に立つ相手はガードができない。つまり問答無用でダウンが取れるようになるってことだね。
逆に敵勢力の色のマスにいると攻撃ができなくなる上、カバーをしていても無防備な状態になるから注意しないとね。カバーをすることは基本中の基本だけど、だからといって安全とは限らないってことかな。スリル満点なバトルをぜひみんなにも体感してほしい。さらにメインストーリーと DLC エピソード両方をクリアすると、超難関ステージが遊べるチャレンジステージが開放されるんだ。シビアなクリア条件に加えて、使用できるペルソナ、スキル、バトルメンバーを指定されるかなり難しいステージになっているから、ひりついたバトルを味わいたい人はぜひ挑戦してみてほしいな。うん、たくさん説明したけど、みんなついてこられたかい？少しでも DLC エピソードの魅力が伝わっていたら嬉しいよ。おっと、そろそろモルガナがスタジオに入るみたいだね。実は彼、昨日はちょっと夜更かししたみたいで、それで僕に急遽代行のお願いが来たんだけど、と、これは内緒だったかな。じゃあみんな、またね。とー、我が輩参上。なんとか間に合ったみたいだな。どれどれ、今日の台本は？お、なんか異様に少ねえな。